初高飛行中の T-1AT-1 は日本で開発されたアオンソクジェット機。愛称は初高。航空自衛隊においてレシプロ機による初等訓練を終えたパイロットが続いて訓練するための中等練習機として用いられた。第二次世界大戦後初の実用国産飛行機であると同時に初の国産ジェット練習機でもある。 老朽化に伴って、順次に T-4 に更新されていき、2006年3月に、前期が退役した。1954年7月1日に発足した、航空自衛隊では当初、使用する機体は、主力戦闘機のノースアメリカン F-86 から、練習機も含めてすべてアメリカ合衆国から、支給されたものであった。初等練習機に、 t-34a、中等練習機に t-6、高等練習機に t-33a を使用していたが、このうち t-6 は第二次世界大戦機に高等練習機として用いられたレシプロ機であり、ジェット機の t-33 との性能差が大きすぎるという問題があった。さらに着陸装置が戦前のオリりン式のため、 離着陸時や地上での視界が両機と全く異なることなども欠点であった。そこで防衛庁は T-6 に代わる中東練習機を発足直後から検討しており、自衛隊での機体要望を12月までにはまとめ上げていたが、折しも1956年にはアメリカによる航空禁止が全面解除に一部解除されることとなっていたため、これを機に、 国産技術の回復を図ろうという機運が高まった。この動きは YS-11 の政策に結びつくが、この際、中東練習機も国産化しようということになり、1955年8月23日に航空爆料庁が防衛庁長官に空自の使用案を提出、町内及び在日米軍顧問団でのアメリカ政を押す声を抑え、11月4日に、 国内開発を決定した。空自が要求した仕様は概ね以下のようなものであった。当時ライセンス生産が始まったロッキード T-33A と比べてエンジン水力は半分ながら性能面では一部凌駕するものであった。防衛庁は12月国内の機体メーカー4社に機体を公募した。国内航空最大手の新三菱氏はプロポーザルを提出したが F-86F のライセンス生産に専念する必要もあり、後に辞退している。この時、防衛庁の開発担当の高山昭一が、定大の同窓生だった、三菱の東場テルオと富士重工の内富士個性を呼び、三菱には次の戦闘機 F-86F のライセンス生産の中心となってもらうので、今回は、 技術力育成のために譲ってくれと説得している。川崎航空機の応募 T1K1、新名和工業 T1S1、富士重工業 T1 k 1が翌年3月までに出揃ったため先行に入った。K1 と S1 が T-33 と同じ直線翼にエアインテークが 機体両脇に設置されていたのに対し、F1 は F-86 を意識した、鋭角な後退翼とエアインテークを機種に配置するなど機動性が高く、また模型やモックアップによる実験で運用面も考慮されていることも評価され、7月11日に T1 回1の採用を決定した。内藤子正義士を主務として、設計と、 実機製作に取り掛かった T1 回1だが、富士重工業が旧中島飛行機であるとはいえ、航空再開から4年、富士重工設立から3年しか経っておらず、また、第二次世界大戦中に同じく中島飛行機が海軍の発注を受けて開発し、量産を進めていた立花を除けば、ジェット機開発の経験などなかった。そのため、 t 3 4メンターの構成品を利用した、社内記号、FJT-11 シリーズ、再運の技術と、上 -1 クラスのエンジンを使った、FJT-31 シリーズ、交代翼と、上 -1 とその水力向上型のエンジンを、想定した、FJT-51 シリーズなど、ジェット練習機の社内研究は進めていた。試作のための研究と試験には、 国内メーカーと国交立の研究所の協力体制が取られ、ライセンス生産をしていた F-86F と T-33A のノウハウが大きな助けとなった。また、国内の航空研究設備の多くが戦後解散し、機材も分解してしまったため、アメリカコーネル大学の風洞設備を借りて、専温測時の空力特性研究を行うなど、 研究開発は苦難に満ちたものだった。同時に、米軍のレシプロ練習機 T-28B と、英軍の練習機 DHT-55 ヴァンパイアを一機ずつ購入し、操縦特性や構造、装備品、ヴァンパイアで、並列複座の特質について徹底的に検証した。搭載するエンジンは、国内5社共同出資で設立した。 日本ジェットエンジン車が開発中である水力1 2 0 0ラムの XJ3 の予定であったが、製作が遅れていることが明らかになり、防衛庁の求める納期に間に合わなくなってしまった。このため富士は、試作1号機に英国ブリストル車製オーフィースマーク805エンジンを搭載して T1 回にとし、 試作1号機は1958年1月19日に宇都宮飛行場において初飛行し、約30分のテスト飛行に成功した。これを3月25日に防衛庁に納入し、3月13日に初飛行した2号機以降、6号機までが防衛庁での試験に供された。この試験で、いくつかの不具合が改良され、T-1A と名付けられた機体は、 1960年9月30日に量産機発の納入式が行われ、1962年8月までに量産機と試作機合わせて46機が配備された。飛行中の T-1B875 機体駅後は日本航空間に保存、展示されている。1960年には2位の国産ターボジェットエンジン J3 が完成したので、 T1 回2の試作1号機のエンジンを J3 に転換して5月17日に同じく宇都宮飛行場において吉沢飛行課長により初飛行に成功した。J3 は2位から石川島張魔重工業による量産体制に移り T1 回1試作2号機は T-1A の10号機を J3 に転換したものとなった。 これが1962年まで試験に供され、T-1A に代わって量産体制に移った。純国産機である T1 1量産型は T-1B と命名され、1962年9月に量産初号機が納入され、1963年6月までに20機が配備された。T-1A のうち2機は T-1B に、 回収されている。なお、1962年から F-104J、DJ 戦闘機の導入によって教育体制が変わり、米軍の無償供与とライセンス生産効率化によって大量配備され、278機もの大助隊となった T-33A が中東練習機に格下げされたため、T-1 は総勢66機の導入にどまった。 J3 ターボジェットエンジン T-1B の前足格納固主翼は低翼配置で25%翼限26度46分の後退翼となっており中島飛行機時代の採運などに使用された中島系シリーズ操流翼型の発達型である厚い主翼には十分なタンクスペースが確保されている 新しい交代翼理論を取り入れた水平尾翼は34度15分、垂直尾翼は33度18分の交代角がついており、音速に近づいて衝撃波が発生しても、尾翼の危機が残る。やや前方に出た動作ルフィンを持つ垂直尾翼と上、帰りズノを持つ水平尾翼の組み合わせにより、良好なスピンリカバリーをもたらしている。空気流入効率と、 全面抵抗現象を狙って、エアインテークは機種にある。軽量化のために補足した胴体は装備品の搭載に、しわ寄せが来てしまい、また、体の大きなパイロットには、窮屈になってしまった。しかし抵抗が小さいため加速力と上昇力では T-33 ウェイ練習機を上回り、操縦性や、離着陸特性も、数段勝っている。電子機器は、 価格と開発期間を抑えるために f 八十六 f 戦闘機及び t 三十三 a と同じ規制品を使用している。また、キャノピーと射出座席、膠着装置は t 三十三 a と同じ、増装は f 八十六 f と同じ百二十ガロンのものを流用した。A 型のオーフュースエンジンは出力が大きく、性能も良いが、その分、 J3 よりも多くの燃料を消費したため T-1A は常時増装を装着して飛行することとなりこれが T-1A と T-1B の外見上の大きな識別点となった B 型は当初長距離飛行の場合を除いて増装は設置しなかったが後に A 型同様通常装備となった車室座席は当初マーチンベーカー製であったが 後に T-33 ともども安全性を高めた国産型に転換された。この国産射出座席開発に際しては1966年から岐阜基地で行われた射出実験の成果が投入されている。実験は岐阜基地の滑走路南で実施。鉄道用レールとトロッコによるロケットスレッドが用意され。 T-1A の試作4号機の胴体全部をトロッコにくくりつけ F-86 の武装であるロケット弾44発を推進剤にして地上滑走を再現した機体の射出座席には平均的な日本人男性のダミー人形2体が乗せられトロッコの低速走行中に空中へ射出パラシュートで地上へ帰還する試験を7度行った 試験で実用化された射出座席への回収により、ゼロ高度、低速度での安全な脱出が可能となった。なお、回収費用は1機あたり500万円であった。また、804は試験終了後に復元された。T-1B 型は1965年に、 水力を 1400kg に増強した J3 IHI-7 が完成したため、B 型前期がこのエンジンに転換し、正式名は T-1B-10 となっている。しかし、T-1B 前期が回収対象だったため、特に区別する必要もなく、この名称は一般には浸透しなかったようである。この機体は練習機であるため武装はないが、 射撃訓練用に、機種右下に 12.7mm 重機関銃1門を装備できた。また、有事の際にはよくかにサイドワインダー、空対空ミサイルやロケット弾や爆弾やガンポッドなどを搭載できるようになっていた。計画のみに終わったが、F、F-104 のレーダーを機種に搭載して、FCS 訓練機とした型も検討されていた。スペックは明記していない限り、 T-1A のものである。T-1A 飛行開発実験団の T-1B 級型レシプロ機の T-6 から最新 A ジェット機への転換にはいくらかの準備を必要とした。まず、1959年7月から宇都宮基地第13飛行教育団の整備隊員を岐阜基地の実験飛行隊に派遣して T-1A の整備訓練を行い、 9月からは、飛行教官を派遣して、教官の飛行訓練を行った。1960年8月1日付で、第13飛行教育団、第1飛行教育隊が宇都宮から岐阜に移転し、T-1A による飛行訓練を開始した。第1飛行教育隊は1961年2月1日付で、岐阜飛行教育文献隊に改編され、 本格的な操縦訓練が行われたが、1962年3月15日には、宇都宮の教育飛行軍すべてが岐阜へ移動して、文献隊は廃止され、第一飛行教育隊に統一した。岐阜で訓練の基礎を固めた第十三飛行教育団は、1960年11月に、在日米軍から返還された、福岡県の芦屋基地に1962年9月から、 t-1a の移動を開始した。また、最後まで宇都宮に残っていた第13、飛行教育団司令部も同時に、アシアに移り、10月までに、すべての移動を完了した。続いて、アシアでは t-1b の受領を開始、機体の増加によって、第2に飛行教育隊が編成され、a、b 合わせてア、シア基地での教育運用が開始された。また、 T-1 は少数ながら、岐阜の実験航空隊、浜松基地の第1十化学校にも配備され、1982年9月からは、小牧基地の第5十化学校に、足屋から T-1B が10機ほど配備された。この T-1B は増装を標準装備しているのが特徴であった。1965年、オーストラリア空軍のジェット練習機の選定のため、 調査団が来日したことがある。市場中に T-1 の最高速度を更新するという陳事もあった。評価は高かったが、価格や政治的な理由のため、結局、イタリアのアエルマッキメガバイト -326 が採用され、T-1 は採用されなかったものの、T-1 が候補として他国のものと並ぶほどの 国際的な水準の練習機であることを証明するものであった。1971年7月30日、航空自衛隊の F-86F と民間機が空中衝突した全日空機雫石衝突事故が発生。これを契機に翌1972年から空中で目立つよう T-1 の塗装をそれまでの白一式から 赤と白の2色に改めたものが採用された。この練習機を視認性の高いカラーリングにする伝統は現在の T-4 にも引き継がれている。所沢航空発祥記念館に屋内展示されている25から5856号機 T-1B 後継機の川崎 T-4 の収益に伴い1998年8月より 第13飛行教育団に T-4 が配備され、1999年6月に、第1飛行教育隊が T-4 に、機種改変、2000年12月には T-1 による、飛行教育が終了し、2001年2月1日に、T、T-1A が、全機体駅し、第2飛行教育隊も T-4 に改編され、残った、T、T-1B は、 第五十科学校に移動した。T-1A のうち1996年9月10日、用途廃止初号機である25から5841号機は、製造会社である富士重工業宇都宮製作所に展示されている。2004年1月13日に35から5866号機が、宇都宮飛行場にて、航空自衛隊へ引き渡され、 T-1B の定期修理が終了した。2006年3月3日、最後に残った第五十家学校の3機と、飛行開発実験団の1機が、小牧基地で、ラストフライトを行い、T-1B も全機が退役した。このうちの1機25から5856号機は、埼玉県の所沢航空発祥記念館に展示されている。 また、足屋基地には、第13飛行教育団の機体が日記正面門前に展示されている。群馬県太田市の富士重工業太田屋島工場には、第5術学校所属の機体が展示されている。飛行開発実験団の機体は、岐阜県の岐阜かが、原航空宇宙博物館に展示されている。運用期間中、7件の墜落事故が発生している。このほか。 テールパイプの歪みとジャイロシンコンパスの狂いが生じたため、1960年12月28日から1961年2月2日にかけて飛行停止命令が出ている。ありがとうございます。